まあせっかくなので、ちょっとそろそろお弁を変えたい気分。お金あったっけな。お弁くださーい。金そんなものねえんだよ。あと奈良クリアしたら復活するかと思ったけどね、そんなこともなかったね。まあ最大ヒットポイントアップももうちょいありそうだね。9マスくらいまでいきそうだね、最終的には。まあせっかくなんでさっき増えたやつちょっと探してみようか。君かい？何でも食べれば化けるのうまくなるのかな。爆中3回転できたんだ、それはすごいな。写真撮った？哺乳なんだ、100、それ聞いたな。1人3個ぐらいか。筋トレしてムキムキマッチョマンになろうかな。信号の黄色は止まれだっけ。地上では襲われるんだ、お祭り軍団、おっかないよね。いつ強化すんだよ。タヌキの数じゃないんじゃね、強化条件。普通に物語進めたらじゃねこれ。タヌキはただの収集要素ですかね。さあそれでは大阪に向かうけど、ボス戦だけかな。あれ、巨大兵器が出現しまして、え、しましてんね。大阪ボスを倒せなのに、うんちくも、あれもあるね、お土産もあるね。まあ行きましょう。行くぜ。ムービースタート。なんかイタスト2のオープニングみてえだな。トゥルトゥトゥトゥーン。アベノハルカスは、アベノハルカスはないんですか。上から来るぞ、気をつけろ。タコだ。大阪のイメージ、たこ焼きだ。たこ焼きよ。さっき明石焼きのネタこすったとこなのに。あ、なのとどうやって戦えっつんだよ。はるかを、え、想像をはるか超えていました。ビルよりも大きい敵なんて。じいちゃん、どうした、ボケちまったか。たぬきの行方をぐる、全顔ぶんぶくをなめてもらっては困るぞい。お祭り軍団よ、この文福の真の力を解くと味わうがいい。イエグゼ野郎ども、ヒャッハー。ね、五大戦艦文福、五右衛門インパクトやな。特撮モード、特撮モード、ね、そうはならんやろって言わせてくれるかな。ロボには28号みてえだな。そうはならんやろうって言おうかと思ったんだけど、まあそうかな、そんな感じだなって感じの変身だった。文福 VS ファイ、え、格ゲー、左パンチ、右パンチ、長押し、ガードは ZL、ステップもある、必殺技、動きおっせ、おら、マジ破壊したけど、それはいいんですかね。だいぶさらちになってるけど。手が伸びるからさ。リーチが違いすぎる。バーからどう離れてみるよっ。1、2、3、
ああ、ボクシング的な感じ。まあ、だいぶ町滅びてますけどね。特撮びっくり砲。遠距離だとビーム。だいぶ強えな。どんな攻撃パターンか全くわからない。3で。え？終わった？5、6。頑張れ、頑張れ。7、8。でもまだ体力あるよ。よし、壊そうぜ。いって、そんな食らう？そんな食らうんだ。1、2、3、4、5。あー、LR が ZLZR じゃなかった。遠距離から溜めた状態で待つのが正解ですね。スタタザゲージはラストまで残しておく方が良さそうだ、ね、グッド完了。やったぜ。まあ割と大阪の街壊滅状態だけど、あ、もらえた呼んでないけど、いた。さあ、七姫のうち一人目、何姫だろう。ビリケンハンみたいなシルエットあったけどちゃうん。まあスパッツ履いてますけど。ありがとう。誰？ナズナ。あー、本当に七草さんの関係ないの、もしかして七草がゆの方の名前だ。オラクル斎太郎に捕まってしまって、ほら化ける。七草がゆで癒してもらおうと思ってるんだ、ね、ぜひ協力させてください。他の七草姫の居場所知りませんかね、とね、西の方角、中部地方か、次は。オッケー、方角だけでも分かりゃ何とかなるっさ。やけに前向きでござるな。つか初めて女キャラ出てきたか、この作品で。いいとこを見せたいのでござるか。やる気が全然違うですね。日本の平和のためにマジで頑張ってんの、と。本当にありがとう。まあまあ次は、ね、はい、鳥取は鳥取がボスか。いや、鳥取島根と一つにまとめられたのかと思ったら、ちゃんと鳥取あるね。びっくりした。よく言われるもんね、島根と鳥取どっちがどっちかわかんねえみたいな。鳥取つい入れるの忘れたのかと思っちゃった。危ねえ危ねえ。鳥取がボスなだけだね。あー、びっくりした。さあ、そして大阪、うんちくっとお土産わかんにゃいんだけど、でも入るしかできないよね。ってことは中で見るのか。まずはうんちく。ここか。出っ歯な包丁、出刃包丁ね。初めに作った人が出っ歯だから出刃包丁なんだよってマジで。あだ名、もみじの天ぷら、紅葉したもみじの葉をあげた。あ、本当にもみじの天ぷらなんだ。で、あの大根おろし、もみじおろし、人参で色がもみじっぽいからもみじおろしだから、そんな感じかと思ったら本当にもみじの天ぷらなんだ。うどんがない肉うどん、肉水ね。肉うどんをうどん抜きで注文として生まれたメニュー、つまりまあ肉スープってことっすね。寿司の強い友といえばガリ。あー、上がりの方か。
熱々のお茶やわさびなどこれらには殺菌効果があるらしいんだよ。うーしびるー、ね、つまりそれだけ鮮度が大事ということだね。うちね、ウグイスの逆は水牛、ウグイス城に対してカラスボーイ。あ、そうなんだ。これ差別ですかね。カラスガールとね、ジョーの逆ってなんだ。男、ウグイス団、お嬢ちゃん、お坊ちゃん、ウグイス坊。なんか駄菓子みたいな感じになっちゃったね。ウグイス坊で、お土産は中で見るしかないかな。よし、行くぞ。さて、お土産、お土産、お土産、よし、いるぞ。串カツだ。串カツと、お土産見れないんだよな。さっきのたこ焼きの模型と、大阪のペナントです。こうやって見ると、うん、たこ焼きが入ってるんで、でも大阪の英語版がないよね。なら、赤がボス戦のところはない感じか。一応高知は四万十川っぽいね。特色は入ってるんだよね。調べられないんでね。まあ串カツだよね。ね、俺も大阪行った時串カツ食べたけど、うまいね。ただね、米がないんだ、串カツ屋に、ね、俺は米が食いたいんでね。なんで、締めのお茶漬けってのがあったんで、締めのお茶漬けをもう入ったと同時に頼んで、一番初めに出してもらって、お茶漬けで串カツを食べた。美味しかったです。ただやっぱお茶漬けだから高いんだよね。白飯でいいんですよ、白飯で。お前湯気出てんじゃねえか。あ、出来たてほっかほか、ね、思い出が紀州梅。よし、それじゃあね、中国地方行きましょうか。出る、再開、お面の変更。やっぱあそこまで行かなきゃいけないんだね。入るのはどっからでも入れるのにね、出るのはこっち行かなきゃダメっていうのは。あ、おしるこが恋しいの。お土産が落ちてるわい。入ってんじゃん。やん、はい。なずな、不思議と私も勇気が湧いてくるわ。敵も味方もみんな幸せに。何、敵も。敵はボコボコにしてやんなきゃダメだよ。どうもす。元に戻ったらお祭りしたいね。どうもす。助けてくれてありがとう。どうもす。お、多いなパターン。頑張って。終わった？5個かな。やん、頑張って。できるできる、頑張れ頑張れ。あ、終わったっぽい。結構あるね。やん。よ、頑張って。攻撃はできません。なぜこの辺で前転をする必要があるんですか。これがわからない。ふう、しこちゃん。ルパンダイブじゃねえんだよ。しゃあない、行くか。やん、や、お、来た来た。金またかかんの、マジで。あ、あれか、あのボスバトル戦のマシン強化すんのか。なるほどね。あー、どこもかしこも金ばっかりじゃねえか。お面も欲しいしな。またな。お面は一応ボス倒したんだけど解放されたかな。やん、よ、お、された。鹿が。別にね、欲しいお面があるわけではないんだよね、うん、でもまあまあ、たまには気分変えて買いたくなるのもしょうがないよね。最終的にツタンカーお面。
金か、どっかで稼いだ方がいいかもね。まあ攻略の続きいきましょう。次は中国地方だ。行くぞ。